人生の中でやった一番悪いことを教えてください。小学校6年生ぐらいの頃に YouTube で毒殺の事件みたいなのを見てて、先生にやったろってなって、その時毒が何かもうアホすぎて大して分かってなくて、とりあえず金魚の餌入れたら死ぬべって思って金魚の餌入れたんですよ。そういうことみんなに伝えた。先生給食で食べるのみんなこうやって見てて、先生給食食った瞬間みんな爆笑して、そしたら女子に金魚の餌なんか入れましたよみたいなこと言われて、それで先生その場でゲロ吐いてやべマジで死ぬって思ってそれでやばいなって思いました。